はい、どうもです。昨日来たアップデから、東邦学園で育成をするとですね、すごいアビリティポイントとフレンドリーポイント、まあ、こちらが 1.2 倍されると、まあ、いったようなキャンペーンを行ってまして、そちらを使ってですね、今回エリットキャラクターを、まあ、一応最後まで作ってみました。まあ、実はこれが2体目にはなるんですけども、ちょっとどのぐらいの数値が出るのか簡単に見ていきたいなと思います。でちなみに、ね、これが今も決勝戦ドイツが終わったところなんですけど、自分的にはね、やっぱ結構頑張った感じにはなります。でやっぱり今2日目なんですけど、昨日アップできて、昨日1人作って、で今日やっと1人作ってっていうところなんですけど、まあ、見ていただくと分かるんですけど、キャンペーンボーナス ×1.2 っていうのが入ってると思うんですよね。はい、オンラインつないでないとこちらは反映されないので、オンラインにしっかり接続してやるように気をつけてください。そしてそうするとですね、これ今95、91、94、91、94ってなってると思うんですけど、ここにまだ振ってないんですよ。あれをノーリトライボーナスとかのこの50ポイントあるじゃないですか。まあ、この辺のポイントをまだ一切振ってない状態でこれだけの数値が出てるので、まあ、いかに、今回の育成イベントがすごいアビリティポイントもらえてるかっていうところが、まずなんとなく分かっていただけるかなと思います。こんな数値僕出たことないぞという感じですね。何も振らずに最後プレイヤーステータス評価が SSS に届いたことって今まで僕の技術だとなくてですね、はい、途中で振れば届いたことはあるんですけど、全く一切振らないでここまでやって届くいたことはもう今回が初めてと。しかもフランス戦の時点で届いてました。はい、なので今回すごい育成がしやすくなってますので、強いキャラ作りやすくなってるので、非常に今回の26日までなのですごい短いので、皆様ぜひね、気をつけて期間過ぎないように、はい、ぜひやっていただければなと思います。はい、このキャラがね、最終的にどのぐらいまでいくのか、こちらはですね、ぜひ見ていただきたいなと思います。僕も楽しみです。はい、それでは早速見ていきましょう。で今回すべて最後決勝戦は SSS っていう形だったんですけど、どのようなスタッツ評価を取ってきたのかっていうのはメモってありますので、そちらまず見ていきましょう。はい、今回ですね、今まで取ってきたスタッツ評価っていうのをメモしてありますので、そちらを見ていただければなと思います。このような評価でやってまいりました。今回は紅白戦、最初の東邦学園の紅白戦に関してはパスカットだけちょっと間に合わなくて C になっちゃったんですけど、他はオール SSS で、その次に、プレマッチドイツ、これは、シュート、ドリブル、パス、ブロック、ここが全部 S でしたね。でタックルが SS で、パスカットが SSS といったようなものになってました。でその他は全てオール SSS と、まあ、いったような形でスタッツ評価を取ることができて、でプレマッチドイツのところで悪なき攻撃を取ってますと。でそこからつけて、このあと全部つけてやって、3点以上の差をつけてやってますといったような形になります。で全てスーパーサクセス、そして全てノーリトライといったようなものです。で使用してたアイテムとしましては、秘蔵のスコアブック、精密のスコアブック、熱湯のハチマキプラス、もうこれを全試合同じものをずっとつけてたという感じになってます。はい、これで、どのぐらい最終的に行くのかといったところですね。僕の場合はもう秘蔵のスコアブックがない と、SSS のスタッツをこれだけ稼ぐことができないので、秘蔵のスコアブックなしで稼げる方であれば、熱湯のハチマキっていうのをもう1個入れてもらえば、さらにアビリティポイントが上がるので、まだ若干の余白っていうところは、あるよという認識でいいかなと思います。であとはプレマッチドイツのこの S っていう部分とパスカットの C っていう部分があるので、まずパスカットの C っていう部分で、ここでディフェンスのステータス、こちらがポイント数的には20ポイントぐらい下がってるかなと思います。でさらにスピードステータスが9ぐらい、まあ、9から8ぐらい多分下がってるんじゃないかなと思います。ポイントですね、まあ、20ポイントっていうのはそんなに大きいポイントではないので、まあ、1回パスカット C だったぐらいではそんなに大きな影響はないのかなと思ってます。まあ、一番大きいのは多分この SSS じゃない、まあ、S なのか SSS なのかっていったところが非常に大きいところなので、プレマッチドイツとかで、まあ、オール SSS とかが取れる方であれば、さらに余白があるといったような感じですね。
はい、まあ、自分はこのような流れで、今回こなしてきたので、それでどこまでいけるのかといったようなところを見ていければいいかなと思います。はい、で最終的には3600ポイントですね、ボーナスアビリティポイント、こちらがもらえましたと。違う、3250ポイントかな。まあいいや、ちょっと最後確認していきましょう。まだ1回も振ってない状態になります。で今回フレンドリーのポイントも、あのキャンペーンボーナス ×1.2倍って書いてあると思うんですけど、こちらによって非常に上がりやすくなってます。はい、なのであのスキルとかもね、大量に獲得しやすい状況が生まれてますので、この辺もスキル、そしてあのスタッツ、まあ、スキルというかスキルステータス両方の面で非常にお得なあのイベントになってますので、で今回はヘブンリーシュート撮ってみました。はい、まあ、ハイネ君ね、なかなかあの日が当たらない選手なので、なんとかこの辺で僕があの使っていこうかなと思ってますので、はい、ヘブンリーシュートもあの白目判定があるので、まあ、ちょっとこの辺でどのぐらい確率的に出そうかなっていうところも試す意味で、あの今回ヘブンリーシュートを習得してみました。フェアリーシュートもね、白目の判定的には高そうな感じも若干あったので、この辺も合わせて試していければなと思ってます。まあ、それはまたあの違う動画でやろうかなと思うんですけど、今回はスタッツ評価、まあ、こちらの方が先ほどの流れでやってきた結果どうなのかといったようなところですね。はい、合計3600ポイント余ってる状態になってます。まず優先的に上げたい項目としましては、まあ、やっぱりパワー、オフェンス、そしてスピード、テクニック、まあ、ディフェンス以外ですね、フォワードの選手なので、で特に白目シュートとかを狙ってるってところを考えると、まずテクニックの値をグッと上げちゃいましょうか。99とかまでいけちゃったりするんだよね多分。で、まあ、99、まあ、94ってところから99まで行くのに1000ポイント使ってますので、3項目ぐらいは1000ポイントにはできそうですね。そういう意味だと、まずパワー、これも99までいくと、はい、まあ、ちょうど1000ポイントぐらい使いましたね。でオフェンス99、3項目99とか今まで取れたことないですよ。でスピード92で、ディフェンス92で、あと残りはスピード93ぐらいまでいけるんかな。94、95、95、マジか、強いな、普通に強いんですけど、まあちょっとオール99にはちょっと程遠い感じではまだあるんですけど、まあそれでもすごいですよね、このステータス。はい、アビリティポイントはこのような形にしました。オフェンス、パワー、テクニック99、この選手やばいっすよね、こんな選手できちゃうんだ、なるほどね。はい、秘蔵のスコアブックを使うことによって、あの、まあ、割とオール SSS スタッツっていうのもあの取れなくはないレベルなのかなと思いますので、まあ、僕自身がそこまであの育成の面で、コンピューターとのやる際にスタッツ稼ぎがうまいわけではないので、そういう意味で言うとあの僕ぐらいの人でもいけるよといったようなところは若干あるのかなと思います。まあ、それだけ上がりやすいってことですね。僕の他のキャラクター見てもらえればわかるんですけど、オール90以上ぐらいが精一杯な感じではあったので、それを考えるとそのぐらいの人だ、そのぐらいの育成レベルの人たちがあの99、3項目、さらに95が1項目っていうような形で、まあ、キャラクターを作れるといったような感じなんで、本当にこれはすごいんじゃないかなと思います。ムーブに関してはフェアリーシュートとヘブンリーシュート、ね、こちらをセットしていってみたいなと思います。であとは、まあ、結局テクニック値の上がるものっていうのを入れていきたいので、まあ、ヒールリフトっていいかな。でフェアリーパス、まあ、ハイネとのゴールデンコンビとかもあるんですけど、まあ、この辺は、はい、顔面ブロック、クロスライディング、タイガーチャージと。でスキルなんですけど、まあ、今回狙ってたのが白目系の、キャラクターにしようかなと思ってて、まず必須なのは全力チャージ、でさらに、精神的支柱、あとはスロースターター、まあ、この3項目この辺は入れていってですね、ステータスを大きく上げていくと。で全力チャージですぐ打てるという感じですね。
さらにここからテクニック値を大きく上げていくために、自分のデッキにはアルベルト多分入ってくるんで、アルベルトの絆ですね。はい、これでまずさらにテクニック値が上昇しているというような状態です。であとは振り絞る力とかを入れてたりするんですけど、まあ、そうすると180ぐらい超えてくる感じになります。2段階ためでですね、2段階ダメで180超える感じになってくるので、振り絞る力、最後はドリブルマニアとかですかね、はい、ドリブルでかわして打つとかっていう場面が出てくると思いますので、ドリブルマニア、まあ、さらにここに振り絞る力じゃなくてテクニック値上がるもの、テクニック値上がるものでさらに2枚重ねてあげても、振り絞る力で上がる量っていうのは15ぐらいなので、まあ14かな、この15% アップっていう感じなので、絆2つ重ねた方が9たす9で18ぐらいまでいけるので、まあ、そう考えるとそれでもいいのかなと、まあ、あとはスーパーエースとかでもいいのかなという感じですかね。はい、まあ、この辺でちょっとお試ししていきたいなと思います。他のキャラクターもねちょっと見ていただくと分かるんですけど、まあ、このぐらいのステータスが正直自分の中では、はい、限界値ではあったんですよね。まあ、この辺をすごいうまくいったりすると95が4項目ぐらいはできたっていうぐらいだったんですけど、今回はもうほんと破格ですね。99が何項目もできちゃうみたいな感じになってますので、じゃあこれを消していこうかな。いや、非常に強いキャラが作れるので今回おすすめかなと思います。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。まあ、今回はちょっと東邦学園のキャンペーンですね、育成応援キャンペーン、こちらの方を使って東邦学園で育成してみたと。で、まあ、僕今回辿ったスタッツ評価であると、まあ、このぐらいのキャラクターができますよといったようなご紹介でした。ぜひね、皆さんこの機会に、ね、東邦学園で育成してみてください。いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたらぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。